はい、みなさん、こんにちは。ゾミ先生です。グノシア実況プレイ始めていきたいと思います。イベントサーチをやってみてるんですけども、上院12、グノシア2と、これはいいんですけど、今後ね、エンジニアいない、ドクターいる、守護天使いない、留守番いる、AC 主義者いない、バグがいる、そして、ゾンビ先生の役割はドクターっていうですね、これもう内容っていうよりもなんかもう右左になってるっていう感じなんですよね。何か起こりそうなんでちょっとこれやってみたいと思います。はい、この条件でよろしいですか。はい、もうなんか明らかにだって起こりそう感あるじゃないですか。ゲーム的にはなんかもうどうなんねやろうっていう感じですけど、説と情報交換しました。今回の説は留守番です。そうだね。そうだね。前回はひどかったもんね。格納庫調べるっていうね、話でしたけど、なんかちょっと違う展開になっちゃいましたもんね。はい。説。今回こそは格納庫を調べたいな。正直、他では手詰まり気味なんだ。そうか。消えたはずのくぐるしかが、また現れた原因。それが格納庫にあるかもしれないからね。いや、あるだろう。あとジョナスをね、なんとかしないと。とはいえ、今回は無理かな。ジョナスがいなくては話にならないだろう。そういうことなんですか？ジョナスは登場人物がいなかったら単にイベントが起こらないだけじゃないの？こんななんかわざわざいないから起こらないよね、みたいなこと言うんすか？次以降、ククルシカとジョナスがいるループで、格納庫で合流しようか。あ、こんなヒントをくださるんですね。ループ105。それってさ、今回何も起こりませんって言われてるみたいなもんでは。それ嫌やな。それ嫌やわ。ちょっと待ってくださいね。今回は、はいはいはい、12人ですね。で、私がドクター、セツさんがでも上院って分かってるのは、嬉しいですね。あ、しかも留守番なんかな。あの、このアイコンって留守番でしたっけね。とりあえず、名乗り出ろ、留守番ですね。はい。クックルシカ。で、説。やっぱりそうですよね。留守番のアイコンですよね。しかしこれ、守護天使おれへんのですよね。ドクター名乗り出んのどうやろうな。消されますよね。これは。いやー、ちょっと様子見ます。クックルシカ協力しよう。人間だと言え。ね。重道、乙女重道、ステラ、ラキオ、コメット、レムナン、かわいそうやったな。僕は人間です。それが何か。いやー、そらこんな怯える感じになっちゃいますよね、レムナン君、かわいそうやったな。ジナ、そう、私は人間。はい、そうですか。シャーミン、ユリコ。ユリコは怪しいな。いやー、もうセツさんがあんな感じやったんでね。いやー、もうジナーを行くのはな、ちょっともうなと思うけど、でもなんか進展があるんじゃないかと思ってつい行ってしまうが、何回も断られるゾンビ先生、悲しい。はい。雑談しときましょうか。はい。食べ物ね。軍用レーション、生のお魚、半物質ポテトのセットで、はい、行きましょう。バリューセットでね、行きましょう、これね。投票始める。さあ、誰かな誰かな。全然そういう話はしてないですね、結局。はい。結局そういう話はしてなくて、ドクターも名乗り出ろもなかったんですよね、確かね。なんで、もうわかんないんで、レムナンは SQ とセットじゃないとね、多分何も起こらないんでしょう。そんな決め方でいいのかっていうのあるけど、レムナン入れとこうかな。そして、レムナンとシャーミンがリボートですね。はい。投票首位がシャーミンとレムナンか？じゃあもう一度決戦投票しないとな。はい。じゃあ決戦投票しましょうか。別にどっちってこともないねんけどな。なんとなく怪しいのはレムナンかな。あ、ほら、目が泳いで。
まあ、コメットさんがそう言うなら、ちょっと同調しとこうかな。どうかな。うん。ラッキーは弁護。お、乙女も弁護。ステラも弁護。お、なんかレムナン君人気ですね。うん。シャーミンね。シャーミンも同情しとこうかな。もうなんか。あ、ステラ助けてって言ってますね。シャーミン。ステラヘルプ、ははー、俺のフォローよろしく頼むぜ。ステラ行くかな、行かない。ステラ、申し訳ございませんが、私などではシャーミン様のご期待に沿うことはできません。はい。これは、シャーミンなのかな。うん。ちょっとそんな感じしましたね。シャーミンにしましょうか。おお、でも、レムナンも、なかなか票を集めておりますね。俺がコールドスリープしちまったら、寂しくなるぜ。後悔するなよ。誰も声かけてくれないよ、シャーミン。あ、ジナ、なんだ、協力しようか。嘘ついてるよか。珍しいな。ジナからっていうのもね。レベルアップ可能なので、可愛げかな。やっぱりちょっと投票されるのほんま辛いんでね。もう可愛げでしょうね。部屋から出ます。ジナさん何ですか？もうなんか散々振られてね。もう、ゾンビ先生悲しいですよ。ジナ、ゾンビ語ろう。お？聞かせて。ステラのこと。ゾンビ語ろうはどう感じる？ステラ？いいやつだ。怪しいやつだ。いいやつだと思うけどね。レビーだからな。怪しい。うん、もうね、あんまり怪しいとは思ってないですね。いいやつだ。ステラはいいやつだと思う。と伝えた。ジナ、そう思う？でも、私はコメットみたいに勘が鋭いわけじゃない。でも、気になるから。理由はわからないけど、ステラには良くないものを感じる。ステラに気をつけて、騙されないでほしい。あー、これあれか、あの嘘ついてるようなジナバージョンなのかな。あ、違った、スキルか。騙されるなだ。へー、スキル騙されるなを取得しました。自分を疑う相手に対してみんなに警告することで嘘がバレやすくします。直感が30必要です。自分を疑う相手に対して、あ、嘘がバレやすくする。あ、そういう効果なんだ、騙されるなっていうのは。へえ、いいですね。そうか、だから自分が上院で相手がグノーシャって分かってる時に、なんか疑うとかしてきた時に、あの、いや、むしろこいつだっていうね。へえ、そうなんだ。ジナ、どうしてかな。私はゾンビカタロウを信じたい。いなくなってほしくない。いや、だったら協力してよ。イベント次見せて。協力しようじゃないのかな、別に。ジナ、それじゃ、また、明日。うん。これだってスキル獲得だもんね。おー、上院データも更新された。すげえ。めっちゃいい回でしたね、今回はね。あんだけなんか散々さ、かばうとか協力しようとかしたけど、何も起こらんかったけど。ね、やっぱ、推しは良くないかな。引き気味の方がいいかな。昨夜茂道が消滅しました。はい。おお、めっちゃいい感じだ。脳解析の結果、昨夜コールドスリープしたシャーミンはグノーシアでした。いい感じだ、いい感じだ。ユリコ、茂道はもう使い物になりません。甲虫に支障が出ぬよう作業体制を再編なさい。人間にもグノーシアにも必要なことでしょう。まあそうなんだけどね、使い物になりませんっていうのがもうなんかかわいそすぎてね。役割明かす？いや、怪しいかな。で、まあそれでさ、さらに出てくれたら、グノーシアがね、出てくれたら余計わかるしね。うん、宣言しました。あ、出ないね、やっぱり。まあしかし2日目になって突然、言い出すゾンビ先生も疑われはするとは思うんだが、まあでもシャーミングノーシャーなんで、ちょっとこれだけはちゃんとね言っとかないと。ここでどう？まだ言うかっていう話だけど、ダメかな。ダメ？あ、受けてくれましたね。はい、ありがとうございます。でもグノーシャーかもしんないしね、わかんないんだよね。
やばい疑われてる。ちょっと待って、悲しむ。ゆり子様に疑われるの困る。あれかな、ジナ、ジナもしかしてグノーシアでゆり子さん分かってるっていう話かな。あるかもね。ちょっと待ってちょっと待ってよステラ、現在のところゾンビカタロウ様の発言が非常に目立っています。情報収集のためには好ましくない傾向かと。悲しむごめんごめん、静かにしてるわ、ごめんね。なんか2人がやたらかばってくれるんだけど、うんうん、ジナなのかな、そんな気もするよね、うん、そんな気もしちゃうよね。あ、コメント弁護、レムナも弁護、ステラも弁護、それはもうゾンビ先生も、ああ弁護いや分かんないもんね、ジナは分かんないもんね。これはゾンビ先生が行かれるんじゃないか、さっきの流れだと。まあしょうがないか。まあ今回はね、非常にいいイベントも見れましたんで、うん、あ、ステラはあれはあれなんだ、うるさいだったんだ、疑うじゃなくて、あー、うるさいだったんだね。そうかそうか。どうしようかな。ちょっと待ってよ、投票結果とか見るに、うんうん、シャーミンはとりあえず連れてるからいいんだけど、レムナもこの時かなり入ってたんだよね、同票だったんだよね。あ、まあまあ3だからな。いやー、どうしようかな。なんか議論の方向としてはもうゾンビ先生が疑われたっていう話なんだよね、結局。どうしようかな。ドクターだと明かした、分かった、協力しよう。うんうん、ジナはまあ協力してくれたんだけど、ジナが怪しいのかな結局って話かい。協力したはしたけど、困った時のラキオかな、困った時のラキオ。うん、なんだよ結局何、結局ステラが釣られるのなんかどういうことだ。ジナがステラに入れ、乙女がステラに入れ、ユリコがステラに入れると、それで、うん、コールドスリープされちゃいましたね。乙女にも2票入ってんだけど、レムナンとステラが入れてんだよ。これレムナン、ステラがグノーシアだったらバッチリじゃない？うん、そういう、そんな単純じゃないかな。まあステラ一応別れ告げとこうかな。うん、はい、ステラコールドスリープしました。お、終わった。どういうこと？終わったよ。あれ？グノーシアってそんな少なかったか？ラッキーよ。これで終わり。ねえ。ふふ。ゾンビカタロウは運がいいんだね。バグか。ああ、ラッキーよ。宇宙の崩壊に立ち会えるなんてめったにない機会だよ。あはは、せいぜい楽しみがいいさ。バグか。はいはい、バグだけ残っちゃったんだね。そうだ、バグいたんだよね。そうだった。この宇宙は崩壊しました。結果を表示します。はい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 。バグいたんだったな。そうか、めっちゃ効率よくグノーシアを処理しちゃったんだ。ステラだったんだね、結局ね。そういうことか。人が船が、宇宙が侵食されていく。2日目敗北、7587経験値を獲得、レベルアップ可能ということで、ラキオがバグだったということですね。はい、じゃあ次へ。終了してよろしいですか。バグ敗北か。そうだよ、バグいたんだよね。まあでも、なんだっけ、スキルね。スキルが手に入ったんで、よかったかなと思います。あとどうしようかな。なんかね、グノーシアでやってみるっていうのもね、ありかなと思うんですけど、これ、グノーシアどうだろうね。AC バグなしで、エンジニア、ドクター、留守番はいるんだけど、守護天使いないんだよね。まあまあ、なんかいい感じっちゃいい感じっぽいけど、どうしようかなとな。ちょっと少なめ、人数少なめで行きたいはあるんだけど、またバグいるのか。バグちょっと避けたいですね。これどうだろう。これかなり、まあどうだろうな、乗員有利なのかな。留守番はいないんですけどね。これで行ってみましょうか。乗員13人、グノーシア3体、エンジニア、ドクター、守護天使がいる。留守番 AC 主義者バグがいなくて、ゾンビ先生の役割はエンジニアですというのでやってみましょうかね。この条件でよろしいですか。はい。さあ行きましょう。ジョナスいるといいんだけどな。うん、ね、
どう？今回大丈夫？セッツ、今回こそは格納庫を調べたいな。正直他では手詰まり気味なんだ。消えたはずのククルシカがまた現れた原因、それが格納庫にあるかもしれないからね。あると思うよ、うん、あると思いますですね。はい。懐かしい。まず第一目標としてジョナスの排除、それを達成できたら一緒に格納庫に行こう。ああじゃあ今回はいるんだね。さっきとセリフ違うもんね。ループ106、思えば遠くへ来たもんだだね。ジョナスいるの？いますね。ジョナスククルシカいますね。はい。さあじゃあジョナスを排除しましょうという話なんだけど、まあまずはあれ自分なんだ。自分は何？エンジニアなんだね。はいはいはい。いやどうしようかな。人から言われて出る方がいいかな。ちょっと様子見ましょうか。わっといきなりそっち行くのかよ。うん、機運悲しむね。はいはいはい。いきなりそっち行くのかよ。まあ弁護するほどでもないんだけどね。なんかわかんないから弁護するほどでもないんだけど、まあじゃあドクター名乗り出ろお願いしようかな。うん、ククルシカユリコが出ましたと。はい。役割を明かすな。誰か言ってくれ。言って出るわ。うん。ちょっと待ってよ。なんでなんで。弁護するよ、説は。うん。はいはいはい。なんだ。じゃあ明かすか。さすがにね、出なかったらまずいんで。自分がエンジニアだと宣言した。出ないの？あ、そうなの？嘘。グノシア3体もいるけど。まあ、AC もバグもいないからね。じゃあもうゾンビ先生白角じゃないですか。で絶対守ってよ。守護天使、お願いよ。絶対守ってね。もう、ドクターはどっちかわかんないけどさ。ねえ、もうエンジン、私はわかってんだから。あと、じゃあ人間だと言え、やる。ジョナス、言っとく？ちょっと請求すぎるか？ジョナス、言っとくか？説大丈夫だって言っただけになっちゃってるからね。まあ乙女でもいいんだけど、ジョナス疑ってみる。ねえ、ゾンビ先生のカリスマが通用するか。ジョナス。はい。おユリコ様が味方してくれた。そう、説もそうだよな。うん、ジョナス、君が私を疑っている以上に私自身が私を疑っているさ。うん、おとなしくコールドスリップされてくれ。レムナンは弁護か。どうしてゾンビカザロさんはそんなにジョナスさんを疑ってるんですか。なんだかおかしいです。うわー、ラッキーを迎え。まあ、二人か。さあ、どうだろう。どうだい。まあ、みんなわかんないんだったらジョナス言っとかない。どう。うわー、ちょっと、セツさんこれ以上入るな。よし。危ない。セツさんはまずいわ。ジナと？ジナと誰？シピがセツに入れてんのか。ジョナスに入れたのは、コメット、ゾンビ先生、セツね。よし。じゃあコメットさんが乗ってくれたんだね。ありがとうね。ふふ、沈黙は私も好むところだ。昼は夢、夜ぞうつつ、いざ行かん。はい、お疲れ様でした。ラキオ、ジョナス、君にはがっかりだ。悔しがっているね。よし。どうだい？ほら、セツさん行こう。ね。ちょっとその前にレベル上げるわね。ごめんね。レベル上げさせてね。もう可愛げを30まで持っていくわ。じゃあもうね、可愛くありたいよ。はい。で、部屋から出る。ですね。これ、就寝するにしたら間違って次行っちゃうからね。格納庫。大きな荷物も積み込める貨物室。様々な大きさのコンテナが置かれているが、大概は食料やプラント材料のようだって書いてあるんですね。調べに行こう。はい、さてこのまま積み荷を調べたいところだけれど。何行こうよ。調べに行かないの？なんかある？レビー。なんで？レビー。節様、ゾンビカタロウ様、申し訳ございませんが、これらの収納品はお見せできかねます。どうして？もういないよ、ジョナス。君の嫌いなジョナスはもういないよ。収納品はすべてジョナス様の最高権限によりロックされています。
ジョナス様にしか解除することはできません。じゃあ逆に生きててもらわなきゃいけないじゃん。あ、そうか、そうか、それで説得するんだね、説がね。ジョナスはもういないよ、レヴィ。でもさ、いなくなったら余計ダメなんじゃない？なんか、ジョナス様の意思が確認できませんみたいな。レヴィ、はい。ですが、命令は有効ですから。そうなるよね。セスさん、何かお考えがあるのですか？なんとなんか、はい、セツ、聞いてレヴィ。私は連邦軍第928管区対オツシュ防衛班所属、セツ中尉。かっこいい、めちゃかっこいい。非常時には青函航行船の貨物に対する調査権限を発動できる。そして今この状況こそが非常時なんだ。なるほど。だからもう OK 取る相手もいないし、今緊急時だから開けろとね。で OK 取ろうにも、だってもうジョナスいないからしょうがねえじゃんみたいな、そういう話か。うまいこと考えたな、セツさん。おう、レヴィ。ですが今ネットワークが遮断されておりますので、セツ様の身元を紹介できかねます。私の一存では。いやいや、もう現場判断でしょ、こういうのは。こういうのはもう現場判断だからね。うん。え、マジっすか。セツだったらまずグノーシア汚染を解消しよう。その後ならばネットワークも回復する、問題はないだろ。なんとなんと、そういうことっすか。レヴィ、はい、承知いたしました。うん、ここで折り合ったというかね。うん、お互いに納得し合ったわけだ。うん、そうね、セツ、この辺りが落としどころかな。だけどこれでやるべきことが明確になったね。まあ、どうなったのじゃなくて、違う、グノーシアを見つけようって話でしょ。これでも一択なんだけど、まあどうなったのって言おうか。じゃあどうなったの。バカだな。自分は何をすればいいのかと聞いた。ちょ、聞いてなかったのってなるよ。うん、グノーシアを、そうそう、排除するしかない説。ふふ、結局いつもと同じだよ。敵グノーシア汚染者を見つけ出して排除していこう。優しいなあ、説よなあ。もう今のはゾンビ先生、お前鈍いなあ、で終わりだよね、説。だけど最後に私が残っていないとここの調査はできない。ゾンビカタロには負担をかけるかもしれないな。いや、難しいなあ、難しいな、説。すまない、でも一緒に戦ってくれると嬉しい。そんなもん、お前今さら嫌だなんて言うわけねえだろ。おお、上院データ更新だ。すごい。あ、そっか、前回ジナもね、上院データ更新出てたから、ちょっとジナも見ときたいですね。はいいんだけど、ちょっと待ってね。だからグノーシアをとにかくもう見つけなきゃならんわけですよ。だからもうドクターのどっちかは確実にそうなんでね。ジョナスに入れたりとか、だから説に入れてるっていうやつは、まあちょっと怪しいっちゃ怪しいんだけど、ただ上院も分かんないからね、1日目はちょっとお互いに分からなすぎるんで、やっぱドクターのどっちが本物なのかちょっと欲しいんで、情報としてね。どっちが本物っぽいかな、分かんないよね、今まだ。分かる？ククルシカとユリコらしいんだけど、ねえ、投票結果とかでわかるかな。ククルシカはユリコに入れて、ユリコはジナに入れてるんだね。まあこれだけ見るとちょっとユリコ怪しいかなっていう気はするけど、ちょっとユリコ調べるか。ね、調べてみましょう。はい。うわー、しょうもないことした。昨夜、グノーシアの襲撃によってユリコが消滅しました。くだらないことした、これは。いやー、意味なかったね。一手損したね。ラッキオ、また一人やられたの？着実に戦力が削られていくね。AC って可能性ないんだもんね。ね、AC バグいないから。ってことはさ、もう、偽物じゃん、このドクターは。ね。いやー、もうでも積極的に消しに来たな。はい。求めるけど、こいつは、求めるけど、こいつはもう偽物だよ。うん、ククルシカ、ドクターを名乗るククルシカから報告だ。ジョナスがグノーシアだったことが分かったようだ。
いやいやいや、これは、いやまあまあ、それが本当かどうかはわからないんだけど、でもまあ、ククルシカは確実に、グノシア化している。ね。まあ、人間だとやりましょう。ああ、俺は、そうだな。少なくともグノシアとかじゃねえけどな。シピ。シャミ。は、宣言しろってか？まあいいぜ。俺はただの人間ですけど。乙女。キュ、私、人間って言っていいのかな？でもグノシアさんとかじゃないのです。ジナ、そう、私は人間。コメント。あ、うん、人間だけど、なかなかドゥーンが来ないですね。ラキオさん、ククルシカ。セッツはね、セッツはまあそうでしょう。ね、S級。はいはい、S級ちゃん人間です。S級ちゃん怖かった。ね、レムナン怖かったよな。うん。あ、全員言ったの？わあ、全員言って何一つ戦果がありませんでしたってやつだね。進撃の巨人的なね、やつです。嘘つくのうまいんだな、今回は。いやあ、どうしようかな。様子見ますか。え？ああ、うん、まあまあ、そりゃそうなんだ、ラッキーを。おっしゃる通り。ククルシカ、グノシアだ。はっ、この僕が見逃すとでも思ってた？そうだね。うん。自分が追い込まれたことを悟ったのか、ククルシカは悔しいにラッキーを睨んでいる。はい。うん。じゃあ、もうこれは。いやー、でもどうだろうな。本当にヒント何一つなくなっていっちゃうんだけど。だからもうとにかくあれだな。とにかくエンジニアが頑張って調べて、守護天使は守ってねっていう話しかなくなっちゃったね。まあでもそれ行くか。行くしかないよね。そうそう、他の人に判断材料がちょっとなさすぎるんですよね。まあ説は間違いねえんだよ。説はかばう。はい。うん。反対する人いる？いないね。はいはいはい。うん、ありがとうございます。それはそうなんだよね。ラッキーオーがね、エンジニアは確実に上院だと言ったんだけど。まあ、それはそうなんです。どうしようかな。まあ、投票始めましょうっていうか。はい。誰だろう。誰かさ、なんか直感で見抜いてない？いい感じの人を。ねえ。今んとこ誰だ？ユリコが消されて、1日目が終わったばっかりなんで、ユリコが消されただけなのか。ユリコ、いや、わかんないよね。投票とかじゃね。ユリコがジナに入れてるんだな。ちょっと待ってくださいね。そうかそうか、ユリコはドクター、はいはい、そうなんだよね。真のドクターだったんですよね、ユリコはね。じゃあさ、ユリコが疑ってた人ってどうなんだろう。ちょっと待ってね。投票結果ね、ユリコが疑ってた人ってジナなんだよね。ジナはありかもしんないけどな、どうなんだろう今回ね。あと票入ってたのシャーミンも票入ってたんだね。シャーミン結構守護天使だったりするからな。人間だと言ってみてて、結局言わなかった人っていなかったんだよね。いやいやいや、どうしようこれ。ジョナスはまあ冷凍されることになったんで、でもレムナンかばってたんだけど、ジョナスはおそらく上位になったんでしょうよ。いや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 、ジョナス黒出してるけど、ククルシカだからね、偽物だからな、確実に。レムナンは大丈夫だとして、まあ嫌いな人とかは乙女か。まあ乙女に入れとくかな。はい、乙女。ひどいね。あ、でもそうか、ここはククルシカに入れなきゃいけなかったか。まあまあ、ククルシカは確実だと思ったんで。ああ、やばい、ゾンビ先生疑われるかな、これ。ちょっとね、まずいな。みんなと全然違う行動をとってしまった。ククルシカがラキオに入れてるんだね。じゃあまあ、ラキオは大丈夫だろう。うん。はい。これはもうしょうがないです。はい。お、
誰？乙女？乙女は疑ってるよ私は。どう？うん。あ、つみかたろうさん、あのね、相談なのです。今はグノシアさんがいるから、どの人が大丈夫なのかわからないの。だから、キュッ、ゾンビカタロウさんのこと信じたいのです。それで一緒に頑張れたらいいなって。まあまあいいんじゃないですか。ね。うん、これから力を合わせようと乙女に答えた。わあ、ありがとうなの、ゾンビカタロウさん。よかったら今からご飯食べませんか？今夜はお魚フェスティバルなの。そうっすか。ちょっと調べようかな。怪しいよね。ちょっと。乙女怪しいよね。調べるわ。うん、あ、それかみんな調べてほしい人いるかな。ね、みんなが結構投票した他の人いないよね。クルシカばっかりだったから、ちょ、ゾンビ先生乙女疑ってるんで、ちょっと君を調べるよ。悪いけど、あ、いやー、ちょっと待って、説いかれたじゃん。そして乙女は人間だった。わあ、しまったな、これは。そうか、このターンはじゃあ、あれ、あの話はそれ以上進まないね。いや、どうする、どうする。参ったね。また証拠も乏しい。うん、今回とても乏しい。いやー、レムナン協力しねえだろ。そらそうだろ。あんなひでえ目に遭わされてさ、まあまあループつながってないんでね、本人たちはあれだけど、そりゃ無理だろ。雑談しよう、消すのやめてくれ。うん、はい、あ、なんかシピのやつあんま読んだことないやつだったかもな、今な。はい、恋愛。うん、乙女上院。そうね。うん、だからまあ、ゾンビ先生がとにかく調べてった人は、まあ、みんな白角になっていくんですわ。なんだよね。シャーミンね。うん、大げさに言おうか。シャーミン怪しいと思うよ。うん。疑うのはその辺にしとこうぜ。俺はシャーミンに助太刀するよ。結構かばう人多いんだな。SQ ね。あー、まあ、SQ も怪しいっちゃ怪しいよ。同意を求める。言ってみますか。はい。SQ 被告の弁護人、レムナン、反対弁論よろしくね。いや、しないんじゃない？うん、そりゃそうだろう。レムナン、え、僕ですか？でも、どうしたらいいのか、ごめんなさい。いや、嫌いなんだろ、うん、レムナンよ。な、レムナンも嫌いだから、ちょっとエスキュースちゃん釣っちゃおう。ね。うん。よし。さてさてさて。これでどうかだよね。まあ、一応別れを告げときますか。うん。お、いけましたね。いけました。乙女。わあ、勝ったんですね。あのね。ゾンビカタロウさんと一緒だったから、私すごく頑張らなくちゃって頑張ったの。かわいいな、かわいいやつだ。でも勝ててよかったのです。もう安心なのです。ラキオ、考えてみれば、ふふん、もし僕がグノシアだったら結果はまるで逆になっていただろうね。どうしたの？ラキオ急にどうしたの？感謝してほしいね。僕が君と同じ側に立っていたことにさ。どうしたの急に。そうだね、ありがとうね。結果を表示します。はい、ということで、いやー、勝ったんだけど、セツさんがね、行かれちゃったからさ、ちょっと話のね、先に進めなかったですね。それはちょっと残念だったな。はい、グノーシアの脅威は去った。今はただこの勝利を祝うことにしよう。3日目勝利、13,130 経験値を獲得、レベルアップ可能ということで、まあね、あの勝負的には良かったですけどね。はい、ということで終了してよろしいですか。はい、ということでね、この動画はこれぐらいにしておきたいと思います。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ね、ちょっといろんな話がなんか並行してね、進んできててね、非常にこう謎が解けるような、深まるようなという感じで、とっても面白いですね。はい、ということでね、またグノーシアをゾンビ先生と共に楽しんでまいりましょう。それでは皆さん、どうもお疲れ様でした。失礼します。